勝ち抜き政令市対決第6弾、政令指定都市の都市間の実力を比べる。広島市、埼玉市、京都市、川崎市、政令市の実力を見極めていこうという企画、今回で第6弾です。前回の激戦を勝ち抜いた広島市と埼玉市が、西からの大都市京都市と神奈川県ナンバー2の川崎市に挑みます。今回の対決で2位以内に入ると、次は神戸市と福岡市との戦いに進出となります。人口だけではわからない主要なデータを直接比較してこその都市力、論より主力の10試合連続で対戦を進めていきます。政令指定都市の都市ランキングをつける。1試合目、実質交際比率、ゴミリサイクル率、医療福祉売上を埼玉、建設業売上、歯科医師数を広島、飲食店数を京都。開幕戦から接戦になるも勝者は埼玉。第1試合終了時点の順位、1位は勝ち点3、2位は勝ち点2、3位は勝ち点1、4位は勝ち点0で計算していきます。2試合目、情報通信業と課税対象所得を川崎、百貨店総合スーパー数、卸売業、年間商品販売額を広島、実質交際費比率を埼玉、小売業従業員数を京都。さらに大激戦、広島市と埼玉市が並んで1位です。第2試合終了時点の順位、埼玉が連勝スタートを切っています。3試合目、一般病院数を京都、農業産出額、医療福祉売上、実質交際費比率を埼玉、地方税を川崎。埼玉が3連勝。第3試合終了時点の順位、埼玉市が独走する展開は予想外でした。このまま京都と広島と川崎は2位を狙うしかないのでしょうか。4試合目、建築物数を埼玉、小売売場面積を広島、出生数と交通事故の少なさを川崎、経常収支比率と製造業事業所数を京都。またもギリギリの戦いになるも勝者は京都市です。第4試合終了時点の順位、埼玉優位は変わらないが、京都が追走態勢か、広島と川崎は立て直せるでしょうか。5試合目、推薦人口比を川崎、農業畜産を広島、小売店数サービス業売上、大型小売店数を京都、実質交際費比率を埼玉、京都市が快勝です。第5試合終了時点の順位、広島と川崎はこれ以上離されると厳しい展開になってきました。6試合目、昼間人口比、製造業現金給与総額、小売従業員数、歯科診療所数を京都、情報通信業と出生数を川崎。京都市の連勝が止まりません。そして2位には川崎が入りました。第6試合終了時点の順位、京都市が首位浮上、川崎市が3位浮上。7試合目、金融保険業と1万人あたりの医師数を京都、課税対象所得、昼間人口密度、地方税を川崎、加重地面積を広島。京都の連勝が止まりません。第7試合終了時点の順位、京都市が首位を盤石にしてきています。8試合目、製造業現金給与総額、製造業事業所数、小売業年間商品販売額、製造業従業者数を京都、出生数と製造業現金給与総額を川崎。製造業対決になっても勝者は京都です。第8試合終了時点の順位、埼玉と川崎の差は射程範囲になってきました。9試合目、情報通信業、15歳未満人口、人口密度、加重地人口密度を川崎、小売業事業所数を京都、百貨店総合スーパー数を広島。ここで川崎市が勝利。第9試合終了時点の順位、ここで川崎市が埼玉を抜いて2位浮上。次の最終戦が重要な対戦となってきました。最終戦、生活関連娯楽業、小売売場面積、卸売業年間商品販売額を広島、学術研究業、課税対象所得を川崎、金融保険業を京都。最終戦にして広島市が勝利、そして埼玉と川崎は3位で並びました。10試合を終えた最終結果が出ました。京都市勝ち点23、川崎市勝ち点15、埼玉市勝ち点15、広島市勝ち点12。最終的に京都市がやや抜けていましたが、川崎、埼玉、広島はほぼ互角という結果になりました。京都市は1位、小売業、サービス業、製造業で強さを発揮しました。2位に飛び込んできたのは川崎市、10
人口最大の強みと財政と製造業が強みでした。埼玉市は3位、わずかポイント1差で敗れてしまいました。関東3位対決のリベンジを受けた形です。4位に終わってしまった広島市は、卸売業が優位だったものの、得意のはずの製造業が京都川崎に及ばなかったのが響いた形でしょうか。ただ総ポイント差は2位から4位はほぼ同じのため、今回は運がなかっただけとも言えそうです。今回の結果の1位の京都市と2位の川崎市は次のステージへ進出となります。次は神戸市と福岡市を交えた対戦となります。定例市ランキング10位から下位、暫定7位の京都市、暫定8位の川崎市、確定9位に埼玉市、確定10位に広島市、次の確定11位の仙台市、この辺りの差は極めて小さいものになっているかもしれません。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録のほどお願いいたします。リクエストもお待ちしております。まずはチャンネル登録お願いします。